というわけで、つばさチャンネルの新田つばさです。よろしくお願いします。始まりました。ギルマス様に、まあ、頭が上がらないですよ僕はまあ前回ちょっとね、どういう話しましたっけ。なんかトラブルの話をしたんだっけな。いや、それは前々回ですね。前回何の話したの。前回だから団長が来る。はい、あ、はい、うん。でまあまあ今回ですよ、まあ、ちょっとまたね、いろいろ起きましたね。なんか何なんですかこのチームリボン。何か常にね問題を抱えてるというか。いや本当にこれ僕来たせいかなちょっと思いましたもんいや本当タイミング的にはね。いやそう、ちょっと本当に何かしちゃったからすごい。まあちょっと中心的なある方がスッと今行方知れずになっちゃってますよ、はい、ただね、まあ、僕は本当に信じてますから、はい、翼くんもそうだと思うんだけど。いやもちろんですよ、はい、まあ、必ずね戻ってきてくれると、まあ、そういう風にね待ちましょう。とりあえずまあまあどんな形であれ。ただ僕一番面白いなと思ったのは、まあ、招待された団長さんがどんな気持ちだったのかなっていうねそれがちょっと面白いな。ちょっとあの1週間経ってスッと消えていくっていうこのね、普通だったら、まあ、今回のゲストは団長さんでしたみたいなのあってもいいのに、なんか地味にスッて消えるって。これちょっとねその時の団長さんの心境を考えたらめっちゃ面白かったちょっとそこが面白い。そこはちょっと一個笑いポジションが、ね、そうです、はい、そうです一大企画だったのにスッと終わるっていう、なんかね急に取り残されてる、まあ、そんなこともあり、はい、そしてもう早くもあれですよ、あのギルド大会ですよ、うん、まあ、今回ね何人なんですか今現状。翼くんが入って16人ですかね。16人、うん、15か16だと思います。はいはいはい、まだ今回も参加するんでしょこれ、うん、でまあ前回マスター2位という結果で、まあこの間も言ったと思うんだけども、翼くんが入り、まあ、どういう結果になるかっていうところですけども、まあ、やっぱりねこのギルド大会っつうのはどんな、まあいろんなことがあってもやっぱ参加することにね意義があるんじゃないかと思うんですよね。まあこのギルド大会っていうのは、まあ、多分一大イベントで、まあなぜチームリボンを人を増やしたのってギルド大会に出るために増やしたわけだから。そうですね、最初はそうですよ。ここはもうね何でもいろんなことを忘れて、はい、まず楽しむっていうことをねまあお祭りですよ、うん、はい、まあ、いいと思いますよ。エンジョイしましょう。でまあ今回どうなんですか、軍師がいなくなったんでしょ。そういなくなっちゃったってことは今回は誰がチームリボンの指揮を取っていくんですかこれ。え、これはもう翼くんですブロンズ1個の翼くんがいやもうなんたってねこのブロンズトロフィーが1個輝く人輝いてるってでもだって他にいるでしょもっといっぱいトロフィー持ってる人はそうなんですよ、誰でしょうと思ったんです、ね、僕でもなんか気づいたらギルちゃん流れてたんですよ、うん、翼くんって、うん、多いと思いましたよまあだからこれ翼くんはまあなんか聞いたら、はい、まあ、結局はやっぱり現状今チームリボンで横村さんが一番最弱なの。なんか僕が聞いてる限りはそんな雰囲気を感じましたけど、うん、ただなんかでもやっぱ皆さんの手持ちとか見てたら、うん、結構マジの話ですよ、僕じゃねえのって思うこともあるんですよああ手持ちの雑魚っぷりは翼くんがダントツじゃないかと、いやだからこそいや俺にアナウンスするの大丈夫かってちょっとね思ってますけど、まあだからね本当まあ何人かまあそういうちょっと苦手な人たちっているでしょ、まあ、過去2回まあ大会に出てみて、まあ、やっぱり毎回失点しちゃう人って中にいるでしょ。はい、そう、まあ、負けがあったもんねまあゆかめろさんと、まあ、あと何人か、まあ、パフェはちょっと厳しいっていう人がいると思うんだけども、まあ、そういうちょっと苦手な人たちは必ずその相手の中でやっぱ弱い部類をいくっていうのだけはちょっと今回はコンセプトに、うん、掲げてやってみるのがいいんじゃないですか、うん、だからまあ翼くんがそういうなんか、アナウンスをするんであれば、翼くんは毎朝5時に起き、まず相手のメンバーを見て、その中から、まあ、下から3番目4番目ぐらいの番号をピックアップしてアナウンスに、こことこことこことここは手を出さずにあとはご自由にどうぞっていう感じの告知をするわけです。でその中からゆかめろさんなり、まあ、あと誰ですか他にこれ、まあ、苦手な人たちがチョイスする選ぶ、うん、その取ってもらったところ僕が行く可能性があるんです。まあそれは話し合いですよ話し合いです。僕はこれあのダンマンダで言えば僕はエニさんに言ったことありますからね、はいはいはい、いつも、何チームかちょっとキープするんだけど、はい、それ僕言ってもいいだろうと、はいはい、却下されましたけどもうん、まあそんなこともある。まあでもやっぱりね、はい、そうやってある程度ちょっとねいけそうなところは最後まで残し、まあ得意な人はなるべくちょっとね
まあまあ全然その攻めていただいてね、強いところに行く、これはねやっぱり守ってもらった方のがいいと思いますよ。これはやっぱりチーム戦なんで自分が勝てばいいだけじゃないからね、やっぱりこういうのは、これ翼チャンネルでも何度か言いましたよね、ああいう勝手に戦ってはい終わりっていうのは、まあ、うん、まあやっぱりどうかなっていうのはあるんで、まあ、やっぱりそういうところはきちんとある程度ちょっと、まあ、今回、まあ、2回終わってこの3回目なんで、はい、ちょっと団結して戦うっていうのに一つ近づけて、えいつも団結してる、でそこからまたさらに一歩、まあ、でもチロルさんはやってたんですか、そういうことアナウンス、うん、やってた、何番と何番と何番は避けてくださいみたいなの、うん、まあ、だからそれは必ず 守れてたのちゃんと、 それでもね、あの今日は自由ですってなると困っちゃう、まあまあそれはどう転んでも勝てるなと踏んだから、まあでも大体そういう時に勝ててるでしょ、うん、そこ自由ですになって負けた試合ある、ゆかめろさんはってことですね、はい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 、まあでもそれはそれで、うん、絶対負けねえだろうと思って、ただ今翼くんがそのアナウンスを出すんであれば、翼くんは今まだチームリボンの戦力が把握できてないわけだから、はい、今後あれですよ、もうちゃんと集計しておかなきゃダメですよ集計ね、軍師翼が生まれるんであれば今のうちにメンバー全員の戦闘力というのをある程度把握しておかないとダメですよ、これ指示はね。いやでも結局僕多分そこまではいけないんで、うん、多分ですけど僕の戦闘力というか、まあ、正直課金じゃないんで、うん、でもあのこの辺だったら楽だなみたいなのをピックアップすれば、うん、まあ、なんとなくその貫突とかじゃないですけど、うんうん、いっぱいガチャ回してる人はいけるんじゃないかっていう憶測でやってるんで、うん、僕ぐらいじゃないですか本当にあんま課金してないのって、そうでもないですか、ちょっとまあそれは見ながらですけど、うん、防衛パーティーとか見て、まあ、翼くんはほら最終的には全割マシーンになりますからね、そう今はダメでもう本当に使えないの今下から3番ぐらい4割の翼で普通はね、新しく加入したらねお土産持ってやってくるのが、いやだから初日はちゃんとめっちゃ終わったんですよ、うん、ただあの 2,3 日したらちょっと鎖骨折っちゃったんでちょっとね思ったよりもねプライベートがえぐいことになりましたんで、はい、まあ、だから本当に今回はもうちょっとね翼くん入りでギルド大会をやるというね、これちょっと面白いんじゃないですか、だから翼くんも毎朝5時に起き、まあ、その試合とりあえずまあ誰かがすぐに反応してくれる、朝早い人いるでしょ、いるいる、うん、だからそういう人たちとコミュニケーションを取って、うん、そういう日はゆかまさん何時に起きてくるんですか、うん、目が覚めた、ああ社長出勤かなそうだから本当にゆかまさんがそうやってね弱いとこやりたいんだったらゆかまさんが5時に起きてくればいいだけの話でね、いやでもねやっぱ、うん、あの最初にねみんなで弱いもん取りすると後がやっぱきつくなるのは見舞えてるんで、もうだからでもやっぱ負けてもいいっていう空気は本当大事なんで、僕に保険かけるわけじゃないですけどただやっぱりね前回より成績を下げたくはないでしょ、でも16人になっち、いやそれは言ったけど逆にもっとぬるくなるかもしれないからね、いやでもやっぱその噂のところが17人体制の可能性もあるじゃないですか、どこですか噂のところ、いやまあ強めなところというか、おう、ね、それは誰がいるところですかあのクソチームですか、いやいやいやそんな言い方してない、ただまあ強め、ね、あのクソチーム絶対いっぱいあると思う、まあ本当にたくさんあるからあれですけど、まあでもねあの17だ、僕がだって逆にその20人以外で参加させていただくことが逆に初めてなんで、うん、はい、まあどんなもんなのか、ダンマンダも一回15人となりましたからね15だか16だか忘れちゃったけど、そんな時あったけど、やっぱり知れたとことは当たらなかった記憶がありますよ、いやでもそのダンマンダネームがね15の可能性もあるということは、うん、僕らもねまた今回はね、まあ、18未満はないんじゃないかな、前回19人だったかな、はい、うん、今回もまあ、もしかしたらワンチャン20もあるじゃないか、おお、まあ、それは20で出たいねって話はまあね、前回もしてたんで、はい、うん、あり得る話で、まあ、そこも、うん、そうですね、だから現状仮に何万弾がどういうメンバーで来るか分かんないですけど、うん、チームリボン VS 弾丸弾はちょっとなさそうですかね、うん、人数的にはな、上書きがこっちができるっていうのはね、もうなんなら 2,3 回ね負けといてあげないと面白くないぐらいのそんな状況になっちゃうわ、ね、だから弾丸弾はあのやるんだったら、3枚打ちもしくはフルオートでお願いしたい、そうね、証拠の写真も出してくれる、ね、はい、ここはもうあのこれはもう紳士協定というかハンデつけました、そこはね、はい、まあでもだってこの前回の大会中でもエニさんとか2体プレーとかやってますからね、これ相手には申し訳ないけども、まあ楽しみやってますからね、入れるためにはってことですから、それですけど、まあでもなんか今まではね弾丸弾、はい、チームリボン、で鬼コン教団の話してたのに、はい、ちょっと今2チームになってしまったまあでもやっぱり鬼コン教団と対戦に、ね、いやそうですね、なったらなったで面白いと思うし、そうですかね、僕が抜けてるから相当戦力上がってる、いやそうですよ、僕ちょっとね、はい、ランキングを見てみたら鬼コン教団今までより上にいますからね、
やっぱどんだけなんか翼くんが足引っ張ったのかなっていうぐらいに戦力が増強されてるんじゃないですか。はい、だからもう僕ね、疫病が見てたよこれまた、うん、だから今回ごめんなさい、マジでシルバー2位とかになるかもしれないマジでね、最初にこのプラチナ、ゴールドリーグか、いや一番最初はシルバーじゃなかった、シルバーか、ね、はい、そっから一気にマスタージャンプアップしてもう一回また戻るとまあでも本当に鬼コンでそういうことが起きてるんでね、マスター1位、マスター1位から一気にね負け始めて、そこからもう復活の兆しがないぐらいまで落ち込んだような感じがあったでしょ。いやもう本当に全ては僕のせいです。僕だからちょっと期待してるのは鬼コンがマスター1位を復活してくれることを、うん、そうなんです、僕まだ実はマスター1位経験してないですからね。はい、マスターリーグはギリ経験した。そうです、一番最初に入らせてもらった時に、僕が入った瞬間マスター2位と、うん、あとはまあ加工の一方だったので、本当に申し訳ねえと。そうね、だから本当だったらあのままマスター3連覇4連覇となってればね、はい、ダンマン団とオツル軍団と同じように並べられてたのに、はい、いきなり欠けてくれたんですね。はい、はい、私のせいでございます、うん、まああとは本当にまだ今回で、はい、まあ、前回ダンマン団はオツル軍団と当たって楽しい思いをしましたよ。これでマッチングがどうなるかの真実が分かる時というかね、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっとまた人数がいろいろ変わってくるとね、また全然違うのかなと思うんだけども、はい、まあ、ちょっと何にしてもね、まあ、ギルド大会が近づいて防衛パ登録になったらもうそこだけに集中して楽しんだ方がいいんじゃないかなと。何しても今そんなに面白いイベントでもないでしょ。いや今モナンちゃんがさ主演でしょ。いやまあそうですね、ただモナンちゃん何もしてくんないけどね。僕はあれ本当にねちょっと邪魔だなと思ったから高難度とかで高難度で全滅させられた時にモナンちゃんが死ぬまで次の移行できないのはちょっとねあれめんどくさいなと。あれやり直しできないんですよ、あのモナンちゃん死ぬまで残ってるから一応死んで、そうか、うん、それがちょっとめんどくさいなと思ったのが自分のターンならないからね、若干あったんだけども、はいはいはい、でも可愛いから OK、 可愛い、少ししちゃった。でもちょっとね、なんか運営のやっつけイベントみたいなところもね若干出てるんでね、どうなのかなと思うけど、まあ一生懸命今ドロップとかやってんの。あ、キャラクターのドロップはもう全部終わったから、うん、なんだ今玉とか集めてる。そうそう、玉がないよ、玉はいらない、本当は本来は2倍の時にやんなきゃダメなんだあれ。その玉ですか。はい、そう、追憶にあれが溜まってんのよ。ああケラ、それも集めんっていう。ああまた増えた追憶とかね。まだ今そういうこと、翼くんはあっちの追憶は全部集めたの。全部は集めてないです。うただあの回る余裕が僕にはないです。おう、まあ、なんかね、ほんとこの間もちょっとチラッとね、その翼くんの画面とか見たんだけど、はい、何をしてんのかなって思うぐらいゴールドが、まだみたいにもうゴールドも、いやもうゴールドの近道わかんないんですよ僕は。なんかもう一桁違ったよね、あれね。びっくりした。だからチームリボンでもあの翼さんのゴールえぐないみたいな。でまあ、何をやってんだろうと。いや確かにそのあの結構サボってた期間じゃないですか、うん、そこで貯めた分はあるんですけど、うん、ただその錬金しようにも、うん、錬金のためには装備をなんていうんですか落とさなきゃいけないじゃないですか。あ、はい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 、はい、でそこに関しても、まあ、あのもちろん回る分もあるんですけど、うん、それを全部錬金しても余るんですよ、うん、現状は、うん、で僕さっきもちょっとあの前の動画でチラチラ言いましたけど、うんうん、闘技用のキャラ以外そんなに育ててないんで育てる。いやだからそこなんです。で育てるためには今度ランクアップもあるわけですよ、うん、でランクアップ回ろうとすると、うん、あのイベントが進まないからイベントを優先するじゃないですか、うん、でイベント優先した後にランクアップ回ろうとすると、うん、ジェムを僕が今思ってる以上割らなきゃいけないんですよ、うん、だからここ割るか割らないかなんです、うん、で僕はそう、そこになる。そう、最終割ってない人の絵にしか見えないんだよね。いやだって割ってないもん。4割ってこんななんだなみたいなね。そうです、まあ、4割でもあのもっとちゃんと言ってる人はいっぱいあるんですけど、うん、ただその僕装備錬金が、まあ、いい装備がないっていうのもありますけど、うん、そこに対してだって僕ガチャ引かないじゃないですか、うん、そのガチャ引かないのに例えばネルゲルの技盛りとかもそりゃそうですね、仕方がないからやらない、うん、イコールああなるだけで、うんうんうん、まあだからゴールド枯渇する心配もないです。そうなんだか。いかまるさんはゴールドはどうなんですか問題は。ゴールド問題はゴールドでも、でもすごい減って、うん、でもなんかいっぱいマリテ全割りしたらちょっとまた復活してきた。いかまるさんが全割りっつうのはまた笑っちゃう。これね、ほんと割り数だけならダンバンダン入れるからね。いやそうなんで、闘技だけ辞退してくれりゃいいっていうね。じゃあダメじゃんそうそんな状況ですよ。はいはいはい、はい、別にこれね本当にあれですよ、このジェム割りっていうのは別にそんな無理にしてやることもないし、まあジェムを割って街は発展するんだけど、発展したからなんだっていうね現状はね。いや本当にそうなんですよ、はい、今回あれひどいですよ、ぴったりのレベルまで来てもアイコン出なかったからね。あら、この2回ぐらいのレベルアップ弾丸弾何も変わってないですよこれ。頭打ち運営忘れてんじゃないのかなってぐらいに。ちょっとだから弾丸弾があまりにも早すぎんじゃないですか。可能性あるぞこれ。
何も変化ないんですよ。だって普通何か変わったとか出るでしょ。ないそれも。もう一番てっぺんまで来ちゃってるよ。これ以上やることないないってなっちゃった。そうアイコンも変わんなかったしね、うん、そんな状況ですよ、ね、課金者に優しくないゲームだ。だから本当にもうその変化は何も楽しめない状況で黙々とやっているっていう、そんな状況だから、まあ、本当にそれこそ翼くんが前にね11月にやったみたいに、はい、その報酬の切り替わりのスレスレの位置のところでバババババッとみんなで頑張ってジェムを割るとかならいいけど、今なんか一生懸命ね横浜さんが全割りしてたところで何の変化もないんだよね。でも育成が楽しい。ああまあまあそれが楽しいならまあいいんだけどもね、うん、まあもうこれはねあのプレイングスタイルの違いですね。、うん、そうそうそう、別にギルド内でトップだったからって何か報酬があるわけでもないしね、まあ、そうなんです、はい、うん、だから翼さんは多分あの下の方にいるんだと思う。お前いつ見てるんだよ。仕方ないですよ。翼さんやってないなっていつもイラついてる。割れよと思うと4万使ったんですよ今月。まあ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 、でもあ、ね、本当にね、まあ、スワッサーが入って最初のギルド大会を、まあ、今回ちょっと楽しんで、うん、いやエンジョイしましょう、はい、エンジョイ、エンジョイ、エンジョイはしたくない。だから本当にあの別に僕もそんな正直軍師って器じゃないんで、だから翼くんもあれですよ、今回はもう本当に T なんちゃらさんみたいに朝5時に対戦相手とよろしくお願いしますのツイートすればいいんですよ、はい、まあまあいいんであれば全然やりますけどね。ゼロゼロの状態でやればそうですね。だから皆さんで僕のことも助けていただきたいですし、うん、ワイワイできたらなと思います、うん、はい、まあ、ちょっとそれを楽しむという感じで、うん、来週はもうね防衛登録になってるのかな。そうです、防衛登録中じゃないですかね、はい、まあ、そんなになってるんで、まあ、そこはそこでまたね、うん、話し合ってやっていけばいいかと。そうしましょう、うん、まあ、だからまあとりあえず頑張れと今の残ってるメンバー。最近はね、もうまだ話ありますか。あったあった、ツイートするのこのキャラの2人でみんな答えてくれる。ああいいじゃないですか、どん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 それは質問する。でも大体そうやって使ってる人多いからね、はい、これどっちをランク上げた方がいいとかそういうのはいくらでも。ニコさんとか教えてくれる。誰、ニコさん、あニコさん、ニコさんに教えてもらえばいいんですけど。間違いない。まあ、そういうことで、じゃあ、まあ来週は来週でもうギルド大会の防衛登録になってると思うんで、はい、まあ、ちょっとそこを今度試行錯誤するようなところを取っても面白いかと。ゆかめの3体僕やりましょう。はい、まあ、そんなところですね、はいはい、じゃあ今回これで、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、なチャンネル登録してくれよ、なな。